Господин полковник, я что-то нашел. Сиди на карте. Меня так бит, бит. Напишите мне. Только я там один я. Вот это по нам понимать. Пусть не. ウマプレストとファイアは大の仲良しになった。彼らの間には暗黙の了解と大きな連帯感があったからだ。ファイアの性格はもっと激しかった。カットしやすいスペイン産の馬はまさにフェラーリだった。その加速力は信じられないほどで、騎手は速度によって潰されながら文字通り前面に躍り出た。曲がるにしても止まるにしても全て急だった。ファイアに乗った騎手はまるで瞬時に速度や方向を変える準備のできた戦闘機に乗るパイロットの心構えがなければなかった。ファイアの最高速度はプレストに迫っていたが、小さい体ではそのリズムを長時間保つのは無理だった。ファイアはスプリンターで長距離ランナーではなかった。馬のファイアに慣れてしまえば他の馬では物足りず活気がなく感じるものだ。ソアミとファイアが森で木々の間をギャロップして逆方向に走り出し、地面の溝や秋の水たまりを飛び越え急斜面を素早くよじ登ったり駆け下りたり、木の葉の壁を通り越す姿はまさに見物であった。ソアーヌと馬のファイアはお互いの気持ちを理解していた。ソアーヌは自分の思いが馬に伝わるなど信じていなかったが、自分とファイアとがどれほど同じ思いを分かち合い、どれほど同じ要求を持っているかという事実には不思議なものを感じていた。むしろソアーヌは野生種を血統に持つこの見事な馬に招かれて遠出を楽しむただ通りすがりの少女になることに幸せを感じていた。乗馬はもはや人間的な活動ではなかったが、人間の森の世界への旅はそうだった。ソアーヌは馬にまたがることで失望することはなかった。お互いが信頼し合い、馬ファイアはソアーヌを美しく信じられないような場所へ連れて行ってくれた。